イスルギ引山祭りは、富山県小矢部市イスルギ地区にて、毎年4月29日に行われる、江戸時代中期より続くイスルギやタゴ神社の春季祭礼であり、小矢部三大祭りの一つである。三期の三越渡御、十一期の引山グブが行われる。以前は4月23日から25日に行われていた。十一期の引山が、小矢部市中心部で、 江戸時代は今、イスルギと言われたイスルギ市街地を、拡張揃いの発揮姿の和歌手によって引き回される。御坊町の引山が1752年に創設されたのが、始まりと言われ、完成、文化、文政期に多くの引山が作られ、その後現在の姿になった。午後3時に、あたご神社のおたび所がある、小矢部市商工会館前に、 花山出し11機が勢揃いし午後3時半過ぎに出発、午後5時頃に江戸時前に再び11機が並び、町町花山となって商工会館前に向かい、午後6時30分頃より午後8時まで商工会館前にて3度勢揃いした町町花山11機がライトアップされ、通常観光客が上がれない引き山への市場体験なども行われる。 2017年の祭礼より、愛の風と山鉄道いするぎ駅前通りでも11機の勢揃いを行っている。また以前は、新町、川原町、梶町、越前町、福町2丁目、福町3丁目の6丁が、歌舞伎出市を、西区町、福町1丁目、川岸町の3丁が、伊予屋台を引き出していた。しかし、 三味線や浄瑠璃方の担い手の減少により、徐々に引かれなくなり、歌舞伎出しは、川原町が1967年まで、伊予屋台は、西区町が昭和40年代中頃まで引き出して、いたがその後途絶え、現在祭礼では全く引き出されていない。ただし、歌舞伎出しは、丹野町が1971年に、歌舞伎出しの上で歌舞伎を行ったという記録もあり、定かではない。 11期の引山は1980年8月1日、川原町の歌舞伎田市は1988年6月20日に、小矢部市の有形民族文化財に指定されている。また2006年には、と、山の文化財百選に選定されている。2020年4月5日、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、関係諸団体はこの年の引山の巡行などの中止を決定した。 翌2021年も引山の巡行を中止とし、各引山の最人展示のみの予定である。三景駅前、上野本、白山町11期の引山は高さ約5.9メートルから6.5メートルで、高岡五社さんと同じように段尻に鉾柱を、縦花傘をつけた花出しである。上山と下山の二層構造で鉾柱の周りに赤、白、 木山色の増加でできた菊の花をつけた咲竹を放射状に広げた花笠の矛山だが、他の富山県西部の花だしが、矛柱が中央にあり、御神体が神保後方に置かれるのに対し、イスルギのだしは矛柱が後方にあり、祭神と言われる御神体がその前方に備えられる。矛柱の先端には、標識と言われる矛止めがついている。また今町の引山には、 アイザとして操り、人形が備えられている。下山には、満幕が貼られている。車輪は四輪の第八車様式で、直径は1.3から1.4メートルである。安永の引山車騒動は、1775年に、高岡と北条津引山との間に起こった車輪をめぐる騒動で、今後高岡と類似した引山車は引き出してはならぬ。しかし、断じりであれば許可する。 とのお触れが出たことにより、その後の蚊が、越中各地の引山祭り並びに、引山の発展に多大な影響を与えた大事件である。イス流ギでは、この騒動で、引山創設から歴史が短いとの理由で、しばらくの間、引山祭りは中止に追い込まれた。現在祭礼では引き回されていない歌舞伎田の、新町、河原町、加治町、越前町、 福町2丁目、福町3丁目の6丁のうち、越前町の歌舞伎出しは1933年まで、新町は1955年まで、現在唯一引き出すことのできる河原町の歌舞伎出しは、法歴年間に創建された内車三輪の出しで、1967年まで子供歌舞伎が行われていたことがわかっている。舵町の歌舞伎出しは、江戸末期より始められ、 1971年まで引き出されたとされる。伊予屋台は、細工町、福町一丁目、川岸町の三丁のうち、細工町が昭和40年代中頃まで引き出していた。家事町の歌舞伎出しは、親部市市政30周年記念の1992年に引き回し、2002年に組み立てて展示、2017年には組み立て技術を継承したいと、 若手住民から声が上がり、同年4月22、23日の2日間を掛け組み立て、4月24日から、再礼当日の29日まで、町内の道林寺境内にて展示された。川原町の歌舞伎出しは、1997年に、組み立てられて、以来14年ぶりに組み立て技術を継承しようと、2011年7月16日に、組み立てられ、 翌17日18時より町内を引き回した。また2016年の祭礼には、これまで長い前山倉に収蔵されていた、新町の歌舞伎出し、新町の伊予屋台、越前町の歌舞伎出しの装飾彫刻を、それぞれの山倉と共に公開した。また、市内中心部の施設では、歌舞伎出しや伊予屋台の写真や、子供歌舞伎の台本などが展示された。と、 山の文化財百選シリーズと山の祭り、ありがとうございます。